皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが11月22日に配信した火曜日恒例の予言の4回目をご紹介します。今回もカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2022年11月22日の予言。また車が高速道路で立ち往生しているとお伝えしたのを覚えているでしょうか。もちろん先週ニューヨークのバッファローでそのような事態が起こりましたが、スピリットによればこれから起こる事態に比べればまだ生優しいということです。車の中に寝袋を置いておくのをおすすめします。突発的な嵐が世界中に悪夢をもたらします。突然雪の嵐やブリザードに襲われるのです。そうして何万人もの人たちが路上で立ち往生してしまい、今回の冬は今までにない数の死者が出るでしょう。どうか皆様、その中の一人になってはいけません。皆様自身と家族を安全に保ちましょう。子供たちのために車に寝袋と数本の水、そしてお菓子や毛布を備えておいてください。さもないとどうなってしまうかわからないとスピリットは言っています。また凍った橋がトラブルに見舞われるのが見えます。跳ね橋が一度開いたら元に戻らなくなり、交通を止めてしまうのです。寒く湿った天候で橋が凍ってしまいます。以前たくさんの車やトラックが凍結した道を滑ってしまうビジョンを見たとお伝えしましたが、それと同じ話なのかはまだわかりません。いずれにせよこの冬はスピードに注意して運転してください。それがどこで起こるのかはまだわかりませんが、ワイオミングが強く頭に浮かびました。スピリットはワイオミングとその周辺に住む人たちはこれから起こる事態に対する準備が必要だと言っています。この長引く冬では今までにないほど多くの停電が起こります。場所によっては一旦停電したら復旧できないことすら起こります。そうなれば何日もの間電気のない暗く寒い日々を過ごさねばなりません。二つの大きな冬の嵐で人々は文字通り家の中に閉じ込められます。そのうちの一つは今までそのような準備をしたことのない地域を襲います。それは大変厳しい状況でまるで北極のブリザードのようです。その嵐は凍るような雨を伴い、そして大量の雪を降らせるためとても困難な状況に陥ります。それが史上最大の停電を引き起こし、それが何日もまた何週間も続くでしょう。それは何もアメリカだけでなく、イギリスやヨーロッパにも来るのが見えます。これからまた続報をお伝えできると思いますが、今後の準備をする上でとても役に立つ情報だと思います。スピリットによればヨーロッパで相当長期にわたる停電が起こるそうです。これは以前予言したサイバー攻撃による停電と関係していると思います。カナダのメープルシロップを作る工場でも最近サイバー攻撃がありました。また別の発電所では大爆発が起きますが、ミサイル攻撃を受けるわけではなく、その爆発は内部から引き起こされます。ヨーロッパ西部でそれは起こると思われ、大規模な停電を引き起こします。テキサスが頭に浮かびました。この冬に起こる停電で一番被害を受ける地域となるでしょう。停電は数日から数週間続きます。以前テキサスは標的になるとお伝えしましたが、どうか十分な準備をしてください。これからは嵐だけでなく地震もやってきます。来年1月から2月にかけて大変重大な気象イベントが起こります。停電や計画停電にシカゴやフィラデルフィアは見舞われるでしょう。大規模な嵐が東海岸を襲い、木が倒れたり1週間外に出られない状況になるでしょう。経済についてお話ししましょう。西側諸国で重大な銀行に関わる問題が起こり、それが世界中に悪影響を与えます。かつてはバーニー・マドフが人々の資金を奪いましたが、今では銀行が多くの人たちから集めた何十億ドルもの資金を持っているのです。これからもっとひどい詐欺が起こるでしょう。
個人投資家にとって仮想通貨は誤った方向へ向かっています。そのことについては何年にもわたり皆様に警告してきました。獣の刻印の動画でも注意を促しましたが、仮想通貨は悪い方向に向かっています。先週経済に関する動画を配信しましたが、それに多少内容を付け加えるとすれば、仮想通貨のテザーがサイバー攻撃を受けるかもしれません。スピリットによれば、大銀行は人々から資金を奪うため FXT の次にテザーを標的にするそうです。アメリカでは一つの政党に400億ドルもの献金がなされましたが、そのお金は人々に還元されたでしょうか。政治家は人々から奪うだけ奪い、私たちを貧困化させるのです。これから闇側は仮想通貨に大掛かりな規制を導入するでしょう。それが彼らの計画です。仮想通貨で人々から奪った資金で大金持ちになり、それが規制導入に利用されます。そして大銀行や中央銀行だけが仮想通貨を発行できるようになるのです。そのような事態がこれから起こるでしょう。以前もあらゆる仮想通貨が淘汰され、ビットコインくらいしか生き残れないとお伝えしました。そうやって闇側は仮想通貨を集約して人々のあらゆる経済活動を追跡しようとします。取引所が崩壊するのが見えますが、それは危険な嘘なのです。その取引所は仮想通貨の取引所かもしれません。ビットコインは商品取引であり、中央銀行が存在しません。以前から住宅市場のバブルが崩壊するとお伝えしています。もうすでに住宅の購入は減り、2023年にかけて住宅市場は大暴落するでしょう。2023年は不動産業者にとっては大変な年になります。ある種の攻撃がパリで行われます。エッフェル塔が前後に揺れているイメージが見えるのです。インドとパキスタンとの間で重大な問題が発生します。パキスタンにいる闇の勢力がインドで虐殺を計画しています。その計画の詳細はまだわかりませんが、とても恐ろしい感じがします。ついこの間、インド軍が行軍して戦闘機が飛び立つビジョンについてお話ししました。それと似たような光景で、ドイツ軍が NATO 軍を伴って行軍しているのが見えます。スピリットはトルコで驚くべき事態が起こると言っています。それは決して良いお話ではなく、トルコ軍による何かしらの攻撃があるでしょう。2016年に予言したお話が今起こっています。すでに6年経っていますが、私が予言したお話は大抵1年以上経って実現していました。その時にすでにウクライナでの戦争やロシアと中国との連合、そしていくつかの国がロシア側につくことについて触れています。またロシアはトルコかウクライナの大都市で停電を起こすことについてもお話ししました。歴史は繰り返すと言いますが、疫病がまた中国から始まりました。また大規模な抗議行動の中で警察が発砲し、自由の鐘のそばに男性が倒れているのが見えました。どうか皆様、感謝祭の日だけでなく日々自分自身を祝福してください。そして他人には優しく接しましょう。これからまたいくつかの動画をお見せしますので期待していてください。世界中が幸せになることを祈っています。ナマステ。いかがでしょうか。人は得をするよりも損をすることの方が嫌いなので、チャンスだと言われると乗ってしまう方も多いと思いますが、仮想通貨にはくれぐれも用心してくださいね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。